11時だよ。時刻は11時になりました。2023年2月24日金曜日、シーレモンネットラジオ、今宵シーナルラジオでフライデーということで、金曜23時のシーレモントークサウンドへようこそ。シーレモンです。さあ、あっという間の1週間でございました。毎週金曜日といえばフライデーレモンライブ、私の新旧問わずライブ音源をご紹介するコーナーですけども、早速この後お送りしたいと思います。その後はシーレモンの最新情報、シーレモン何した。お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。老舗の高級旅館の大浴場からレジオネラ菌が発生したというね、ニュース。そして強制性交罪を不同意性交罪に罪名変更へというニュース。結婚出産時に祝い金、自民少子化対策調査会の提言案が判明というニュース。そのようなニュースを今日はお送りしていきたいと思います。そして毎週金曜日といえば、今日のね、ネットで、話題となったワードをご紹介するシレモ急上昇ワードチェックのコーナー、今日もお送りしたいと思います。シスポのコーナーは今日も千葉ロッテマリーンズの情報などをお送りしたいと思います。そしてエンディングは来週のシレモ予告するシレモネクストということで、今日も11時から30分間どうぞよろしく。このコーナー、新旧問わず私のライブ音源をご紹介するコーナーでございます。それではまずこの楽曲からスタートです。
君からの言葉をもとに作られたこのダンスフロアは踊り狂う少年が火を灯す球体のミラーボールが映るあのルミナルシャドウ恋一つで快楽に舞そう夢だそうぐるぐる君のボーイフレンド触れるメロディー切り込む人チャットレディオThe night of your love
過去に進めと誓う。あの子を迎える大きな窓から出のなる方へ、勝手に広がるゴールへ導く気の向くままに、yeah。本日のフライデーレモンライブ5曲お送りしました。1曲目は不思議レモンでフライミーツザムライブイン東京、2曲目は不思議レモンで恋のヒットチャート68ライブイン大阪2、そして3曲目不思議レモンでウェイトポストマンライブイン大阪、4曲目不思議レモンでバラでこんにちはライブイン代々木、そしてラストが不思議レモンで手のなる方へライブイン大阪、5曲お送りしました。フライデーレモンライブでした。シリモナにした。このコーナー最新のシリモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のシリモーニングカフェ、今日はダンスウィズミー懐かしき、グラフィティのショートバリリックビデオショートバージョンということでシリモン公式の方で配信しております。正午シリコニャンズアワー、今日はシリコニャンズのつぶやき、ボジュ驚くということでね、ボジュちゃんの、ね、懐かしい若かりし時って言ったら怒られますので今も若いですけども、若かりし時の写真でございますけども、非常に可愛いのでぜひチェックしてみてください。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介ということで、今日は、サマラ・ジョイの Can't Get Out of This Mood ということでね、うん、まあ、なかなか耳に残るいい名前でございます。ソウルフルなね、ちょっとジャジーな感じですよね。6時はレモンジュリーセーション、今日はレモンジュリーニュース1830でございます。シギレモンニュース澤田健二チャンネル、レモンジュリーセーションにて配信しております。7時本日のシギレモンニュースということで、今日は先ほどお送りしましたフライデーレモンライブの告知でございます。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレバックシギレモン、1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の恋不思議なラジオでフライデーのプレイバックは不思議テレビにて先ほど10時、配信しております。11時からこのラジオ、現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了は不思議テレビにて配信、不思議レモン公式内概要も同時に配信しております。今日のネット配信予定でございました。今日の不思議レモン不思議ジュール、今日はちょっと朝からちょっといろいろ忙しいものでございまして、このラジオ収録ということでね、不思議レモンコンテンツを制作しながら、午前中ジュリーの音声収録もして午前中で全て終了ということで、昼からちょっとね、予定などございますので、そんな感じの今日は一日でございました。不思議レモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこへ言うコーナーでございます。昨日2月23日木曜日お昼1時から本日2月24日朝9時までのニュースとなります。こちら2月24日朝日新聞デジタルより、大浴場のお湯替え年2回だけ塩素注入も怠る福岡の老舗高級旅館ということで、1865年創業で昭和天皇陛下も宿泊したこともあると言われているような、老舗高級旅館大丸別荘、福岡県にある、まあね、旅館ということで、週1回以上行う必要がある大浴場の湯の取り替えを年2回しか実施しておらず、塩素の注入も怠っていたことが分かったということでね、すごいですね、気持ち悪いですね。で、基準値の最大3700倍のレジオネラ属菌が検出されたということで、いやー、これどう、これだけの倍のこの菌が出たっていうことは、これどういうことなんですかね。うん、
入った人は何か病気とかになってるんじゃないですかね。いやしかし気持ち悪いですね。なんでやってめんどくさかったからなんですかね。ちょっとなかなか僕はね本当温泉というのがちょっと温泉ってお風呂が苦手でね、こう行きたくないんですよ潔癖症なので。だからこういう話を聞くと余計行きたく なくなるというね。こちら2月24日読売新聞オンラインより強制性交罪を不同意性交罪に罪名変更へ、同意なしは処罰対象を明確化ということで、名前を変える強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改めるということなんですけどね。これでもどうなんですかね。もちろんその性犯罪というものは撲滅というかしていかないといけないわけなんだけど、同時にそのね、どうやってその同意なしというのを、例えばその言ったもんが勝ちみたいになってしまわないんですかね。女性側が例えば振られて、男性側から振られてこうこうこうでね、なんか勝手に作り話をしてですね、ね自分はやりたい、こうね強制的に、同意なしにされたんだっていうふうに言ってしまったらですね、なんか勝ちないような感じがするから、そこは怖いですけどね。だからそれだって男側からすればそれ証明というか挽回するものってないじゃないですか。そう言われたらもうお手上げというか、そういう部分は怖いなと思っちゃいますけどね。ただその本当に悪質なそういう性犯罪というのはなくさないといけないというのはもう間違いないとは思うんですけども。毎週金曜日は Google、Yahoo、Twitter の急上昇ワードをチェックするシレモ急上昇ワードチェックのコーナーでございます。まだ Google のトレンドを見つけております。ニューバランス、確定申告スマホ、ノーション AI、そして次は、Yahoo の急上昇ワード、本日朝9時更新分、日高のり子、山岸舞、大丸別荘、スパ、磯山さやか、ブルーリボン賞、忍者戦隊かくれんじゃ、村上舞お相手、敷島製パン、レジオネラ菌、ドルトムント鎌田大地、交換嘘日記、高橋文也、月光仮面アイラップ、キャミーザンギエフ、最後はツイッターのトレンドベスト10、国連総会、月光仮面、笠巻さん、ブルーリボン賞、クラウザー、フリープレイ、キャミー、日高のり子、アシュリー、レジオネラ、属菌となっております。 CM の後はフシスポ。シーレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シーレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス、シューファイン、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース、電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源、動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビじゃん、不思議テレビ、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題、不思議ニャンズデジタルハウスへどうぞ。ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲、昨日もね山口浩輝に一発が出ましたけどね、すごいレフトスタンドに本当に突き刺さるようなホームランでございましたが、5対1で日本ハム相手に勝利ということで、岡もね、ひろみ岡も逆風をこう切り裂くような一発で、西野は先発で、4回、無失点という形で、なかなかね、もう本人は先発をやりたいということなので、
いいピッチングだったんじゃないでしょうかね。クローザーは今回横山ということで、なんか増田そっくりですよね、方がね今後パーフェクト、クロージングで終わったという感じでございましたけどね。シリモニュースフラー、最後に一件だけ。結婚出産時に祝い金、自民少子化対策調査会の提言案判明ということで、2月23日の産経ニュースからですけどね。まあどうなんですかね、これ。お金なんかよく言われるのは、その、お金こういうものをあげたりしてもあまり意味がないというようなね、なんか言ったら、その、問題はお金じゃないんだと、少子化の理由はっていうふうにもよく言われておりますけどね。まあ結局政治家がこう決めることって結構ざっくりしていますから、まあ、もちろんやらないよりはマシなのかなとは思うんですけどね。でもニュース&エンタメチェックでした。今日だって涙を流していくつもの愛の声を捧げよう。何回も傷を願うから、目に浮かぶ復活の時を。長い時を越えて僕はここに巡り戻ってきたんだ。僕はくだらないやつだ、だけどそれを自慢してきたから、この広い湖のほとりで船を浮かべ眠っているよ。いくつもの愛の声を捧げよう。何回も傷を願うから、目に浮かぶ復活の時を。雨はもう上がったのかい、君の瞳に映る果実を全て僕が片付けるつもりでここにずっと立っているよ。シゲレモンで復活の時、ギター&コーラスミックスでした。来週のシレモンを予告する、シレモンネクストネクストネクストということで、来週も通常通りでございますが、3月にシレモン春休み2週間ほどお休みになる可能性でございます。3月か4月かどちらか分かりませんけど、今のところ3月の中旬ぐらいの予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。
今回はこの不思議レモンの活動もそうなんですけど、ジュリーの、音声コンテンツも2週間お休みという形になります、ので、また詳しくは、来週再来週ぐらいのね、不思議レモンニュースその他で、お知らせできたらなと思っております。来週に関しては通常通りの、不思議レモンの活動となります。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なるラジオで、ということでまた来週お会いしましょう。不思議レモンでした。